天下分け目の関ヶ原、太閤秀吉亡き後の天下握るは東軍の智将徳川家康か、それとも西の三成か、大地揺るがす大戦、火花飛び交う戦いに家康勝って晴れ晴れと江戸に幕府を開きたり。武蔵この時17歳、石田三成軍の先陣をひた走る。対するは福島正則率いる徳川家康軍主力。目指すは戦場の手柄、狙うは馬上の勝。武蔵の脇に一人の男、共に出世を誓い合い宮本村を飛び出した宿場の友彦屋。うわそこかしこに黒煙立ち上り、昼も夜と返事、苦痛にうめく陣馬の声、この世に満ち満ちる。鉄砲、他の音、天をとどろかし、短歌のきらめき地を動かす。敵味方入り乱れ、戦国の友もたちまちむくろとなり果てる。合戦終えて雨上がる、戦敗れた同胞の死骸の山を呆然と眺める武蔵は何思う。
関ヶ原を含め生涯に6度の合戦に参加したと武蔵は口にしています。剣士としての評価が揺るぎないものになってからもなお武蔵はしつこく合戦に参加しました。しかしいずれの場合も武蔵の扱われ方は低く、天下無双の名を欲しいままにした兵法者も戦場では一兵卒として走り回るほかなかったのでした。